リビさん、今回も動画をありがとうございます。アロンゾが、今回ね、更新されたんですよね。その記念日たる本日、またね、ステーキングの、報酬もいただけたんですけども、ステーキングプールの方の解説もいただきました。体のっていうのはね、本当にすごいですね。他の暗号通貨、仮想通貨の ICO っていうのにも、少なからず私も関わったり参加したり、いわゆるお金をね、入れちゃったりしたんですけども、いや、ここまでね、進捗状況をだんだん更新したりとかで、体の間にこう思いを込めた人がね、リプさんみたいに動画を、こういうふうに解説動画を作ったりとかってないですからね。だから、まともにやっている暗号通貨事業と、ちょっといまいちな暗号通貨事業とね、だいぶ分かりますよね。で、やっぱりその ICO バブルっていうのがありましたけども、2000を超える ICO があったわけなんですけども、私が知るところ、まともに言ったのはこのね、カルダノとセントラリティかな、そんな感じのやつ、ちょっと関わってないんでね、忘れましたけども、1個か2個だったんじゃないかなと思いますよね。要するに2000個以上の ICO がインチキだったか、やってみたけどうまくいかずに頓挫したかみたいなことになりました。いや、本当に運が良かった。だからこそカルダノを今はね、プレセールなり上場後に手にした人と、なんかね、ものすごく仲間意識が高まってきて楽しいなと思いますね。これからもよろしくお願いします。